選択と集中っていうのを常に考えながらですね。この土地にまだ突っ込んでいいのか？ もしくは引いた方がいいのかという観点で考えてやっておりますし基本的にはやっぱり大都市圏志向っていうかですね10年20年30年というロングスパンで考えた時にまあそれ時にこう価値がさらに保ち続けているかということも考えていかなきゃいけない私自身は日本がワールドカップをですねまあ優勝してほしいなというふうに思ってましてその優勝するために 私どもが強化費をです、ね、スポンサーフィーとしてこう払ってると日銀の政策変更もありました、えっと、国内の不動産指揮をどうなると見てるのかって、ポジションをやっぱり日本だけに置かないと大事ですね、やっぱり世界規模で考えて、今どういう一手を打つかっていうことを常に考えながら、もう投資をする時代になってるっていうことですかね。 不動産投資を学ぶならクファーストロジックアパの歴史をたどると例えばバブル崩壊後、うん、あるいはリーマンショック後っていう、はい、その不動産マーケットが落ち込んだ時に割と多めのこう、うん、土地あるいは不動産を取得して、うん、でそれをこう、まあ、ある意味マーケットの中でいくとそこに近いところで買ってそれを運用していって、うんまあ、利益を上げていくっていうのが、うんまあ、ここの30年とかと、ね、多かったと思うんですけど。<laughs> 以前あの、お父さんにインタビューさせていただいた時は、はい、いやでもそんなことはわかるんまあ会長は一流の相場主というか土地のですね本当に、まあ、生きている不動産をしっかり見極めるスキルというのが極めて高いのかなと思ってますね。うん なんでいつが買い時かは分かるんだって話して、うん、まあ本当にやっぱ鉄則はよく言われている通り安い時に買うんであると、うん、まあそれはそうなんだろうなと確かに思うんですけど、はい、その点でいくとまあリーマン・ショックの後とかばーっと2010年とか落ちてアベノミクスコばーっと国内上がっていきましたけどそこからずっと調子いいじゃないですか不動産まあ調子いいとかわりかし高めだと思うんですけど仕込み時としてはなんか。 あの考え方難しいところもあるだろうなと思うんですけど、うん、その辺って社長今今の不動産マーケットとそのまあ新しくじゃあ何かを仕込むっていう時の状況としてどう見られてるのか、うんうんまあ、一つはやっぱ選択と集中っていうのを常に考えながらですねやっぱりあのこの土地にまだ突っ込んでいいのかもしくは引いた方がいいのかという観点で考えてやっておりますし、はい、まあどうしてもこう 人材っていうのは限られてますので、全方位外交は難しいっていうふうに見てます。うん、まあ、そんな中で、うちが直営店として傾注すべきエリアと、フランチャイズにお任せするエリアで共存共栄をしていくところっていうのは、まあ、今後、えー、共存共栄を図りながらですね。まあ、フランチャイズとしてどんどん増えていくのは、特に地方は多いかなというふうに思っております。うん、はい。その、ここは突っ込むか、引くかって、判断基準って何なんですか。 うーんまあ、一つはは値段だけででないっていとうことですね、はい、まあ弊社の当然こう従業員の中でまあ偏在している人材がどこにあるかっていうことも当然考えながらやってますのでまあ大学受験の際にあの例えば東京だとか大阪ではなくて地方の国立に行ってるケースっていうのもかなり多いのでまあそういう中で結構いい人材が取れてたりもしますのでまあそのエリアっていうのは いるっていうことを考えるとここにはまだ出店できるんじゃないかとか、まあ、そういったことも考えながらもやっております単純に不動産価格が将来リターンを取れるかどうか、うん、利回りの高さみたいなところだけではなくて。うんうん うんえっと、そこに貼り付ける人材がいるのかとか、うん、ある程度、複合的な要素によってその不動産を取得するかどうか決めてるか、うん、そうですね昔まではですね弊社全国職社員というのが非常にまあ多かったんですけれどもうん、うん、ど最近はエリア広域職の中での社員というのも非常に増えてきたということで、まあ、弊社は非常にオリジナリティがある人事制度もしておりまして例えばこう三大都市広域職という弊社独自の実は広域職があってですね、はい それぞれ東京駅大阪駅名古屋駅から1時間圏内で勤務ということでほとんどこの三大広域職を選ぶ人っていうのは例えば東京か関西か例えば名古屋にご縁のある方というふうに思いがちなんですけど実はそれ以外の例えば地方で田舎で働くのが嫌だという層が一定数ですね広域職を選んでるんですね。 これは今までは住所に紐も付いて働いていたという感覚が多分皆さんあるかと思うんですけど、まあ、私自身、まあ、金沢出身で、まあ、どちらかというと田舎です、はっきり言えば。そう考えるとあの、まあ、金沢よりも例えば田舎のところで働くというのはあんまり想像つかないなとうう思っちゃうと三大都市広域宿というのは比較的魅力に感じるのかなというふうに見てましてですね、まあ、転勤があったとしても大都市圏で働けるというのは結構 ポイントが高いですでそれは例えばもし仮にですけれども大学が例えばあの金沢大学に行ったとしてですね、えー、家から離れられない事情があって経済的とかいろんなこと事情でだけどもそれよりも,もっと広い世界を見たいっていう例えば層があってですねそれに対して答えるおそらく広域祝やと思うんですよ。で だからといって例えば全くその人が住んでないような過疎地の例えばリゾートとかで働きたくないっていう人も多分中にはいらっしゃるってことを考えるとこれはあの私の心理学としてですね理にかなっている広域職ではないかなと思ってるんですね。そうするとアッパーさんとしては、えっと、都心は割とまあ取得していくものをまあ探してるんだけれども、うん、フランチャイズであったりとか、うん、そういういモデルも含めて、うんえー そうですね、まあ、基本的にはやっぱり大都市圏志向っていうか、です、ねまあ、私どももともとやっぱりこの10年、20年、30年っていうロングスパンで考えたときに、まあ、それ時にこに価値がさらに保ち続けているかっていうことも考えていかなきゃいけない、なやはり大都市圏にやっぱり資産をシフトしせざるをえないのかなと思ってます。なるほど それはやっぱり不動産マーケット全体のこれからのまあ日本国内の,その値上がりあるいは値下がりを考えたときにそのまあ人口はマクロで見ると減っていってえで大都市圏には集中していくのでやっぱり都心部というのはあの資産価値としてはそう下がらないであろうと一方で地方というのはちょっとやっぱ見込めないでここはリスクエッジの観点を兼ねて FC ということなんでもう一つはです、ね、今ほど多分おっしゃった人口っていうのは夜間人口だと思うんですね。ね中間人口はまたちょっと違って てるんででですすすよからままそこの観点で見てますねでプラス訪日客の目玉スポットっていうのがどんどん変わってるっていうのもあるかと思うんですけれども、はい、まあそういったところも含めながら、まあ、できればそこにいたずらに刺激せずに地方の U の方とですね、まあ、組んで出店する方が利口かなというふうに思ってます。なるほど 地地方ってそもそももい立例えばアパホテルさんって駅からもうすごい近いところ多いじゃないですか遠、うん、3分とか行って、うんでまあ、タイム・イズ・ライフみたいなことを会長昔おっしゃられたと思うんですけどそう,す、ね、そ,そういうやっぱいい立地っていうのは地方だとあんまり取れにくいんですかもうそ,いやそういういことははなくて、うん、基本的にはあの例えば 熊本の TSMC の,、ね、の半導体で非常に大きい投資をされまして菊陽町が地価が上がったようにですね <laughs>、まあ、いわゆるその外資が来てですね、まあ、急激に環境が変わることというのはありますので、まあ、インフラが整って変わる時ときと、まあ、例えば外国の企業が進出をしてですね、まあ、一気に地価が変わってそこで雇用も生まれてですねまたあの非常に人の 雇用っていうのも、競争激化するところっていうのはあるのかなというふうに思ってます、ね。ちなみに、この楽町チャンネルとか楽町新聞って、はい、結構不動産投資に興味ある人が見てるチャンネルなんですよ。で、ホテルって、さっきその中間人口の話されたじゃないですか。これ、まあ、じあの不動産投資って言っても、基本的には、こう、まあ、住居。 を賃貸に出すとかいう意味での投資がまあ多いよう,うで、ね、店舗ではなくて、ね、ホテルはやっぱそういった面では夜間人口重視じゃないですねってことなんですねはいで住宅はどっちかというと夜間人口見ま、ね、そうですねだからそういったところを履き違えている人がやっぱり多いかなとうんはいなるほどでやっぱりホテルだとやっぱ都心部人が集まる東京とかあと観光名所とかそういったこともあるかと思いますねなるほど F C で増やしていくうん場合にうん。うん あの利益率についても伺いたいんですけど今、営業利益率で多分30ぐらいだと思うんですけど直近で,で、ね、29.6%、ねね、29. かだったと思うんですけどこの利益率の減少は先ほどおっしゃられた、はい、所有していて、うんえー、運営もしていてっていう複合的に利益が重なっているというのもありましたし、まあ、前期におきましてはそういった、まあ。 冷凍というか円安基調っていうのもかなり大きかったかなと思います、ねうん。でこれをまあ F. C. にするっていうことはある意味所有はしないってことなので。うんはい、利益率はまああの一般的にオーソドックスの考えると下がると思うんですけど。そ,ね、それは許容してでもやっぱり店舗数客室を取るに行くっていうことなんですか。まあそこは私ども国内だけを考えるとそうなんですけれども、海外は逆に。 あの今コーストホテルというブランドでですね北米で展開しておりましてこちらの海外投資を増やしていきたいなというふうに思ってましてまあ北米に関しましては非常に人口もまだまだ移民政策等でですね増えているということもございますしですねある意味日本で全振りするというのはリスクだなというふうに思ってましてやっぱ海外の不動産も当然こう所有しながらですね リスクヘッジをかけていくというのが、まあ、私どもの考え方かなと思っております海外も基本的な考え方はあの北米だと一緒なんですか基本的には今北米で弊社がバンクーバーヘッドオフィスでブリティッシュコロンビア州とです、ね、アルバータ州中心に展開をしておりましてあの今後まあ展開としましては 例えばアメリカのワシントン州カリフォルニア州を中心としたです、ね、いわゆる西海岸の大都市圏でありますシアトルだとかポートランドサンフランシスコロサンゼルスサンディエゴといったようなところに出展の直営店を持っていきたいなというふうには思っておりまして。うん まあなぜじゃあモントリオールだとかですねあのオタワだとかまあ東の方に行かないのかっていうとコアタイムを合わせたいなと思ってまして基本的にはコアタイムを合わせないとどうしても人っていうのはミーティングもなかなかままならないっていうのもありますのでまあできればその時間軸っていうのを西海岸日本から近い比較的ですねそういったものとまあいわゆるそのアメリカとカナダが連携しやすいようにしたいなっていうことでそのように考えております。 その客室のパターンというかタイプはやっぱりこのアパ式というかその広さよりもその快適性満足度を売るっていうモデルを北米で展開していくんですか、はい 今のですね海外の例えばホテルチェーンいろんな複数あるかと思うんですけれども、はい、実はほとんど看板変変わわっっっただけでで中身ががあんんんまりててないいいケーースっていうのが、うん、他ホテルチェーンさん多いんですねで結構日本のホテルチェーンさんっていうのはどちらかというとその名前を変えたりするとブランドも変えたりすると結構内装もかなりいじってですね、うん、ま変わるケース多いんですけれども海外っていうのは結構オセロゲームのようにですねどんどんあのー。 看板がが変わっっちゃててるケースが多くてですね、はいでまあ、あんまりこう機能的じゃないなって思うところが結構私も海外行って泊まった時にですね、うんまあ、例えばスイッチ類が偏在してて、うんえー、最後照明が一箇所どうしても消せないまま明るいまま寝たっていうことが何回もあるんですけども <laughs>、まあ、それ見るたびにストレスを感じるんですが、まあ、なるべくですね弊社におきましては例えば日本のいいところ。 例えばユニットバスの中でもバスタブがあるっていうのも一つ大きいですし、はいえー、例えばそのホースシャワーとかですねこれが海外固定シャワーが多くてですねこれ、まあ、当然利用する側も不便だなって思うこともありますが清掃員にとってもかなり不便なので、うん、例えばどういうふうにこう清掃してるんだって聞いたらバスタブをですねババケツでバシャってこう 固定シャワーが届かないところはかけてやってるんだって話を聞いてなんて非効率なんだと思ってですねホースシャワーでやったら早くて快適でしょって言ったら本当にもうアメージングだって言ったぐらいですねやっぱそれは利用して初めて分かることなのかだということとあとジョブディスクリプションがかなり影響してるなというふうに思ってまして要は上の人はもうジョブディスクリプションで自分のやってる仕事っていうのが規定されて、まあ、要はどこそこの,そのセクションが こういうういいい仕事をやってるってててると認識があままり薄いのかなと思ってまして本来こう全方位的に見た時にあの効率性を重視したらやっぱこういうところって改めた方がより良いよねっていうところがあんまりこう欠けてるなっていうことが多くてですね、まあ、日本のホテルっていうのは私ども高機能高品質環境対応っていう形で作ってますので、まあ、そこでより良い要素っていうものをコーストホテルで入れることによりましてコーストホテルバイアパッドという形のブランドで,です、ね、今直営店に関しましては 展開をしておりますなるほどこれ北米は基本は直営で増やしていくイメージなんですかいや直営とフランチャイズと両方当然増やしま今は直営店というのは実際バンクーバーとです、ね、あのプリンスジョージとビクトリアあとエドモントンそしてカルガリとチリバックで。 計六点。それ以外は全部 MC と FC ですね。これはだいたい三十五とか、ね。三十八くらいですかね。かはい。なるほど。じゃあやっぱ FC の方が比率としては多くて、今後もその比率感っていうのはそんな大きく変わらずどっちも増やしていくみたいな感じなんですかそうですね。まず今展開としました五千室弱しかま展開しておりませんので、はい、まあこれを早急に一万室まで持っていきたいというふうに思ってますし。 海外でのやっぱブランド形成っていうのは、ね、日本と同じような時間軸ではできないっていうことで 1>,、うん、まあ1つホテルを例えば買うにしても作るにしてもですね相当時間とコストがかかると、うん、まあ物価も違いますっていうことと、うん、例えばカナダなどは指定業者っていうものがブリティッシュコロンビア州で例えば全部規定されてしまってると。これを例例ええばば別の州から例えば あの職人を寄せて、えー、改装することがなかなか難しいとかですねいろんなこう日本では当たり前のことが海外では当たり前でないことって結構多くてですね許認可の問題もそうですけれども、はい、非常にあの一つ一つが、まあ、どちらかというとスピーディーではないなというふうに思っております。 そう考えるとフランチャイズの方がまだスピーディーに進められそうですねそうです海外はどちらかというとまあ先ほど私オセロゲームという話をしましたけれども、はい、非常にあの外装、内装ほとんど変えずに看板の付け替えとあと備品関係の入れ替えだけで A ブランドが B ブランドに変わることってよくあることでして、うん、まあそれを5年ないし10年契約という形でどんどん更新をしていくと、うん。で更新機において 当然多ホテルチェーンとのオセロゲームというものがある中でより魅力的と思ったところが、まあ、リターンとかも含めてですねあのブランドを変えていく形態っていうのが結構ありますので、まあ、弊社としてもそういった営業部隊にこの日本の要素っていうものをですねしっかり入れることによってリターンをやっぱり増やす、まあ、そういったあのプレゼンテーションっていうことが結果として FC を増やす一つの要因ではないかなというふうに思っております。 収益物件数ナンバーワン。不動産投資を始めるなら楽マアプリ。楽マで検索。社長の代で、うん、まあやっぱグループをどこまで行きたいかっていう。足元は,い、は2027年までに15万室っていうのは国内で掲げられてて、うん、海外はまあ早期に1万室っておっしゃれてましたけど、うんね、グローバルで見るとまあ世界19位ですなんか一番こう意識している指標というか。 ラインってあったりするんですん世界例えばトップ10ぐらいには行きたいんだとかそういうのではなくてですね、はい、数値としてではなくてまあ私こう令和の時代って非常に難しいなというふうに思ってまして、うん、まあなかなかこうトップがですね右向けてたら右向かないような多分 環境というかですねまあなかなかこう昭和時代とちょっと違ってるなと思って例えば弊社が規模が2倍になったかといってじゃあ例えば下の方が全員ついてくるんですかっていうとそういうわけでもないと。となると令和の時代っていうのはやっぱり。 私が今三角形の重心という形で TCOGK というふうに言っておりますけれどもまあいわゆるその輪の中に入ってですねで私自身がやっぱり熱をしっかり最短最速で伝える組織でないといけないということでまあスラックを通じて DM で1,100人とやり取りをしておりますけれどもやっぱその中でやっぱり共通項っていうまあフラッグシップなものがやっぱり必要だなということで昨年の 3月からですね JFA とまあ提携をいたしましてですね日本サッカー代表をスポンサーとすることになりましたとでサッカーというのは世界のファン人口がまあ35億人いらっしゃるということで3人に1人くらいがですね、うん、まあサッカーファンであるとでサッカーは老若男女障害者含めてですねいろんな方が携わっているまあスポーツであると、まあ、弊社のホテルの宿泊も老若男女外国の方も 障害者の方もお使いになっているってことを考えると非常にシナジーを感じるなということと、うん、まあ私自身がまあサッカー好きっていうのもあるんですけれども、ねはい、あのやっぱりサッカーっていうのはやっぱりチームスポーツなのでやっぱそこであの成果を出すためにですねいろんな人が協力をしなくてはいけないっていうこともありますし、まあ、1人だけがチームプレーじゃなくて個人プレーに走ったとしたら、まあ、それは果たして勝てるのかっていうと勝てるものでもないっていうことと、まあ、できれば 私自身は日本がワールドカップをですね まあ優勝してほしいなというふうに思ってまして、うん、その優勝をするために、えー、私どもが強化費をですね、まあ、スポンサーフィーとしてこう払ってるとですから君たちがが働くこととにによよっってて日本代表強化につながってるんだよとで,できればあの内側の立場として日本代表をスポンサードすることによって優勝を一緒に夢みたいねっていう話を作りながら、うん、ワールドカップ優勝のために皆さん一生懸命頑張りましょうっていうそういう 実はあのストーリーリを考えてます JFA も2 0 5周年までに自国開催でワールドカップ優勝を掲げてますもんね。ね実際2 0 5年って私は79歳なんですけれども <laughs> はっきり言って、まあ、そこまでもちろんねあの CEO を続けてるかどうかは何とも言えないんですけれどもやっぱり今後その。 2050年ということはまだワールドカップとして時間としてあるようでなくてですね4年に1回しかないですからね、まあ、そうです、はい、ですからあと26年でじゃあ例えば4年後だったら6回か7回ぐらいしかないわけですよねだ、ね、から6回か7回か しかない中でワールドカップ優勝って相当大変なストーリーを描かなきゃいけなくてそれは当然戦略面で当然こうビジネスの観点からまあご助言することもできるかなというふうにも思いますけれどももちろん頼ってくればですがやっぱり今の選手たちも令和の時代なんで。 あのこの企業のです、ね、やっぱり束ね方とかなり似てるのかなというふうに見てまして先日も選手の方と交流する機会があってお話してると、はあ、やっぱり令和ーーの選手ってこうなんだって思うことはかなりありますのでこれはいわゆる昭和の方が思ってる以上に、まあ、ジェネレーションギャップっていうのを 結構感じじてるんんゃないかと思うんですよねですからそれを束ねる森保さんって相当大変だなというふうに思っておりまして逆に言ったら令和では令和のやっぱ組織体系でどう束ねてどう成果を出すかっていうことをマクロ的に考えてやっていかないと2050年ワールドカップ優勝しないなというふうに思ってまして。やっぱそのために私としてもい 言えることはスポンサーとして行っていきたいなというふうには思ってますけれどもただもちろんですねその選手誰使えとかあれ使えとかそんなことは言いませんけれどもまあ戦略論として例えば私が思う戦略論というのは今まで過去ワールドカップ優勝した国って八カ国しかないんですねその八カ国の共通項って何ですか,とか共通項に対してどういうじゃあ JFA はアプローチをしてきましたかっていうことを逆に聞いてですねそこから得るものをやっぱり活かしていきましょうよっていうことを歴史から学ぶっていうことはすごく大事なんじゃないですか、うん、っていうことを実はお話をしてます<ー> <laughs> 本当にサッカーを好きなんですね、はい、視聴者が最も気になってるのは、はい、まあ今まで不動産をホテル運営にあたって購入して、うんはい、でその 利益率高くやられてこられたアパさんが結局この後、まあ今日,日銀の政策変更もありました国内の不動産指揮をどうなると見てるのかってポジションをやっぱり日本だけに置かないとやっぱりそれはあの世界のマーケットシンクグローバリーアクトローカリーって私言ってますけれどもやっぱり世界規模で考えて今どういう一手を打つかっていうことを常に考えながらマーケット自体がもういわゆるその。 日本国内のみで完結するものではなくて、今、外国人投資家もかなり多いじゃないですか、まあ、そういう中で、まあ、どうあるべきかっていうことを考えながら、もう投資をする時代になってるっていうことですかね。 国内不動産マーケットどう見てますか国内自体は私はやっぱ人口減によるですねやはり国内需要としては循環型でやっている企業さんだとかは非常に厳しいなと思ってまして、うん、やっぱそこで外貨をしっかり獲得できる業界であるとかもしくはポジションをあの全世界的に考えてやっていかなきゃいけないと思います、特に大企業は、うん。で中小企業はやっぱりそこでこの分野は負けないという分野で勝負する。 いうことがすすごく大事ですのでのマーケットの中でも当然あの人とは違った観点っていうのがすごく大事なのかなと思いますのでやっぱりほが気づかないようなところで、まあ、しっかり先行者メリットまあ、不動産っていうのは当然こう入りを図りていずれを制すという中でなるべく安価に仕入れてリターンをどう大きくするかだと思うんでそれを やっぱり着実にしっかりあの考えるためにもですね世界規模で考えて今のニュースとかも含めてですねどうあるべきかということを考えるべきかなと思いますありがとうございましたありがとうございました